突撃エンタビュー、ありがとうございます。今日は山本幹事突撃インタビュー。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、今日はね、まあ、緊張せずに、リラックスしてやりたいと思うんですけれどもね、はい、自己紹介からお願いします。はい、瀬戸内朝商店代表の山本美希です。はい、それと会社名とかね、はい、職種とかちょっとお願いできますか。瀬戸内朝商店っていうあのお店を田町の交番の裏でやってます。で、あの、まあ、何を販売してるかというと CBD っていう成分を販売しています。いつ頃その瀬戸内商店っていうのは始められたんですか。瀬戸内朝商店は今年の1月の11日にオープンしてまだ1年来てないです。あ、まだ今年始まったばっかりですかね。そうです。おー、はい、なんかそういったこう始めるきっかけというか、若いのにお店を開くっていう、はい、なんかその辺ちょっと教えてもらいたいんですけど。はい、私あのコロナ前まで客室乗務員であのシンガポールで働いてたんですけど。そうなんです、はい、何座やっとなんですか。あの飛行機の上乗っていらっしゃいますよ言うて。いらっしゃいますとは言ってないですけど。はい、あの飛行機に乗ってました。でそれキャビンアテンダントをされとったわけですか。はい、はい、そうです。おお。でそれで体調を壊したんですね。はい、ものすごく壊してちょっとこう寝たきりの状態の期間があって、でその時にどんな病院に行っても治らなかったんですけど、はい、ちょっとその CBD を取ったらすぐやっぱり自律神経のバランスとかが整って、うんうん、あ、薬っていう以外にも、うん、こう自然な植物由来の成分で体と心をケアするっていうのがすごく大事だなと思って、ちょっと皆さんに知っていただきたいなと思ってお店で。そんな経緯エピソードがあって、はい、今の商品とお店を開くというきっかけになったわけですか。はい、そうです。あ、まあ、そういったことでどんな感じなんですかね。あのお店はもういつ頃開いていつ何時とか決まってるんですか。はい、お店は毎週金曜日が定休日お休みいただいてて、うん、それ以外はもう10時から17時まで空いてるんですけれども、はい、予約制でお願いしております。あ、予約制なんですか。はい、どういうふうにしたらいいんですか、予約をするには。予約するにはインスタグラムの、はい、からご予約いただくか、はい、公式 LINE、 インスタグラムとか、はい、Facebook とかにも公式 LINE が載っているので、はい、そこに、登録していただくと予約フォームが出てくるので、はい、あ、そこから予約して。インスタで検索するとしたら、はい、なんで検索したらいいですか。瀬戸朝ドット8ドット何、8は何ですか。ドット8そう、数字の8。瀬戸内音は漢字。え、瀬戸はさ、ドット8なんですけど、あの普通瀬戸内朝商店って言ったら出てきます。インスタで出てくるんよね。はい、名前で出てきます。皆さんもしあれだったらね、瀬戸朝ドット8か、または瀬戸内朝商店。朝は朝、このひらがなの朝ですね。あ、この普通の朝で、はい、ひらがなの朝でですね。はい、あの大麻の朝と、うん、こう朝日の朝をかけてるんで、ひらがなの朝。ああ、朝ね。あ、わかりました。はい、はい、まあもしよかったらね、インスタグラムで、ご予約いただいて行ってみて、行くのはもう予約していけば、はい、あのいいわけですかね。そうですね、うん、はい、はい、お願いいたします。お願いいたします。はい、それで早速次はね、趣味の方に、個人的な趣味の方に移りたいと思うんですけれども、はい、趣味なんかはどんなんですか。趣味はバイク、はい、バイクに乗ることと書道ですね。おお、またこう、メリハリがというかギャップがありますよね。なんか生と道というか、生と道、はい、ね、まだちょっとこう、あの
ちょっと違うような感じですね。バイクでもあれですよね、林業法人会でもちょくちょくお見かけしますけれども、大きいバイクですよね。そうですね、400のドラッグスターに乗ってます。へえ、またそのこう趣味がバイクっていうのは何かあるんですか？そうですね、私14歳の頃からすごくバイクに乗りたくて乗りたくて、はい、暴走族という感じじゃない、ヤンキーではなくてですね、はい、単純にすごくその時ビッグスクーターとか私が14歳の時にすごく流行ってたんですけど、はい、ですごいバイクなんかこう風を切って気持ちよさそうやなと思って、はい、でも、まあ、なかなかバイクに乗る機会がなく、ね、飛行機ばっか乗っとってでもこっち帰ってきて、香川県帰ってきて、はい、あのバイク乗ろうと思って、念願のバイクに趣味ですね。あ、こっちに帰ってこられてから乗り始めたんですね。はい、うん、まだ2年ぐらいですかね。なんかツーリングとかは行かれてるんですか？あ、そうですね、あのこの前もちょっと丸亀城行ったり、瀬戸大橋の記念公園行ったりとか、はい、そこら辺うろちょろして走ってます。わ、はい、かりました。まあ、それで、いよいよ本題に移っていくんですけれども、はい、倫理歴っていうのは何、あ、聞いたの？え、聞いてないわ、はい、起業する前から倫理に入られたんですかね？そうです、はい、どれぐらいになるんですかね？今で1年3ヶ月ぐらいです、うん、1年3ヶ月、はい、その入ったきっかけっていうのは、はい、ありますか？入ったきっかけは西山さんと、はい、あのこうバーベキューでこう出会うご縁があって、はい、こうお話をお伺いしてたら、すごいちょっとみきちゃん倫理、はい、ぜひ6時からしてるからちょっと来てみてっていう風に、まあ、言ってくださって、それがきっかけで、はい、行って、あ、これはちょっと今の私には必要なこう、まあ、覇気というか、おうおう、自分一人でしとったら、ね、こう甘えとかがやっぱ出てくるんですけど、うん、こう週に1回朝皆さんにこうあの一緒にこう気を引き締める場っていうのがすごい大事やなと思って、入会するきっかけになりました。あ、そうなんですね。で、入られましたと、うん、それからどうですか、こう良かったこと、まあ、ちょうどまあ1年ぐらいっておっしゃっとったんですけども、気づきがあったり、まあ、その中で起業したりっていうことがあったと思うんですけども、そのあたりちょっと感想をお願いしたいんですけど。はい、そうですね、やっぱこうあのすごく、ま、いろんな方々とお会いできる、ま、ご縁をいただいて、はい、でやっぱ皆さんすごいいろいろこうあの、ま、心配して心配というか、あのこうした方がいいよ、ああした方がいいよって、はい、こうアドバイスをいただけるの本当に貴重やなと思って、こう一人で本当にあのもう誰も知らず、もう友達ゼロぐらいの勢いから、ね、地元の友達はみんな県外に行っとるんで。あ、そっか、誰も知らなかったので、うん、本当倫理法人会のおかげで皆さんと、はい、知り合えて、うん、いつもすごく刺激をいただいてます。朝6時から大丈夫、6時から、はい、もう前の日は8時ぐらいに寝てます。案外若いてんな、疲れるか辛いかなと思ったりするけど、いやいや一時くじけそうになっちゃったね。確かに実は、はいはい、最近真面目に来てますよ ね、 そうですね、はい、なんか心変わりしたんですか？ちょっとこうバイクの故障とかが続いたりとか、ちょっとなかなかこう2ヶ月間ぐらいちょっと、お休みしとったんですけど、はい、無事、はい、あ、よかった、はい、まあそんなね、山本さんなんですけど、最近もまあこう倫理にも来られてね、さらにこう力入れて企業も伸ばしていこうというような、こうなんかこうオーラを感じるんですけれども、はい、まあ、将来のね、はい、夢なんかどうなんですかね？将来の夢はですね、うん、アメリカにうん、まあ、アメリカでまあビジネスをして、こう交流の場を作りたいですね、自分のお店を持つか。おお、はい、アメリカで。アメリカで。それは CBD とか関係なくして？そうですね、 CBD の関係でこう経営者さんの方々が、はい、まあ、お酒なしとかでこう、うん、
ピースフルなあのところでこう何か何 ピースフルあのこう何さすがキャビアデンダントピースフルええー、ですねこう和やかな雰囲気で。はい、和やかな良い意味なんですよ。これちょっといただきでございます。ピースフルね。恥ずかしい、ごめんなさい。うん。いいですね。もう瀬戸内から世界へというね。はい。うん。まあ、そういうのが夢なんですね。そうです。それを目標に瀬戸内という名前もつけました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあそういったね、山本さんなんですけれどね、まあいよいよもう最後になるんですけれども、まあ入って1年経ったわけなんですけれども、まだ入られてない方に対してですね、ちょっとアドバイスというかメッセージをお願いしたいんですけど。はい。あの倫理法人会って聞くと、まあ何回か聞いたことあるっていう方もいらっしゃると思いますし、こうどんな雰囲気かっていうのもこうちらりとこう聞かれてる方も、いたりして、あのちょっとなんか行きづらいなとか、なんかもう行ったらもうその場で入会しないかんのかなって、まあこう思える方も多いと思うんですけど、あのまず来てみて本当にどんなものなのか、単会によっても全然雰囲気が違うので、まずあの朝6時に来られてこう皆さんと一緒にあの経験して、朝の時間も経験していただくっていうのはすごく、本当一見は百見にしかずですか、一見は百聞武田さん何だった一見は100分は一件近づ100件がなってきた、ちょっとこういうとこが、ね、あるんですが、いやそのキャラ最高まあ一件に近づということで、はい、皆さんぜひお越しください。はい、もう最後までグダグダになってしまいましたけど、一件は100分に近づね、一件は100分に近づ、はい、はいはい、まあそういうことで、まあもしよかったらね、山本さん自身もあれですよね、あの何歩かこう単価行かれて、はい、最終的にこちらの南の方に来られたということですよね。はいはい、まあそういうことでぜひ皆さんも来てください、よろしくお願いします。今日は山本さんありがとうございました。山本さん今日はどうもありがとうございました。次、次回の、来週のですね、説明というか、告知がございます。はい。そしたら武田さんよろしくお願いします。はい、皆様おはようございます。ね、来週はですね、あの11月3日であの祝日でお休みですけど、11月10日木曜日ですね、朝6時から田村神社会館にて高松三木倫理法人会事務長ヘルシーハウスサラン代表中北さゆり様によりですね、倫理法人会に入会して気づいたこと、ぜひご来場。はい、来週もね、ぜひ来てください。またゲストの方も来てください。それじゃ山本さんも来てください。それでは来週来てくれるかな、いいと。さよなら。